いいつでもいいですよ。こっちはいつでもいいです。じゃあ、時間になりましたのでね。はい。本日は皆様お集まりいただきありがとうございました。これより2番文化圏さんの2番のセミナー、2番のだけに、2番の誘客だけに関わらず、アメリカ、これから欧米とビジネスをするにあたり、どのようなことが必要かっていうような、そういう内容で、声でかいんじゃないのかと思います。はい、これから1時半より4時半まで、お時間を拝借いたします。で、前半はレクチャーになりまして、後半は質疑応答のコーナーをたっぷりとってございますので、それぞれ課題解決したい課題などもあると思いますので、どんどん土番さんに質問してみてくださいませ。ではまずですね、開会にあたりまして、一般社団法人葵の森外苑まちづくり協会理事長の高松より一言ご挨拶申し上げます。皆様、こんにちは。お忙しい中、ありがとうございます。ちょっと前の方で失礼します。いつも、葵の森外苑まちづくり協会のいろんなイベント、さまざまな、ご質問にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。今回、メディカの方から、ジョバンさんが来ていただいて、人吉再発見といいますか、さまざまな角度から、彼が見る人吉熊野地域を、私たちが日頃感じてないところもいっぱいあると思いますけど、まあ、彼は彼の目で見た熊人吉の実直な素直な気持ちで見ておりますので、いろんな意見が出てくると思います。また私たちがまたそれに、また、もう一度、熊人吉再発見をするところもいっぱいあると思いますので、今日はちょっと長時間にはなるかと思いますけど、どうぞよろしくお願いいたします。それと実はもう一つ、彼が明日、またふるさとの方に帰ることになりましたので、後の言葉はちょっと彼にちょっとコメント書きましたので、ちょっと ついての時間をいただいて申し訳ないですけど、伝わせていただきたいと思います。ジョバンさん、はい、訳してください。はい、どうぞ。今回の滞在はありがとうございます。個人的に十分なお手伝いをできなくて申し訳ありません。今回の熊人吉の自然、文化、人々の生活の様子はいかがでしたか。あなたのふるさとの景観にとてもよく似ているとおっしゃいました。そのお話がとても親しい感じがしています。今回のようなさまざまなこの地域の様子を写真や動画で記録に残されたのは、今後この町のこの自然のふるさとの100年後200年後のこの地域の貴重な記録と継承になります。そのことだけでも非常にありがたい行動をされたと高く評価しています。本当にありがとうございます。これからのあなたの活動に私たち葵の森外苑まちづくり協会は協力を続けていきます。このことをこの場をお借りしてお誓いします。これからもお体をご自愛なさってください。またお会いする日を心から願ってます。このような機会を得ることができましたことを心から感謝します。ありがとうございました。We keep in touch with you, and we keep supporting your work from the right direction. Thanks so much. Okay. I got the last part. Thank you very much. 失礼いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。Can everyone hear me clearly? 皆さん、彼の声は大丈夫ですかね。大きさとかは大丈夫そうですか。はい。はじめまして、皆さん。すみません。My name is Jovan Montague. 私はジョバン・モンタギュです。よろしくお願いします。Does my name sound French? What did you think before you saw my picture? どうですかね。彼のお名前を聞いて、まあ、どんな方
まあ、多分第一印象だけだとアメリカ人とは多分分からないと思うんですね。もしかしたら、まあ、フランスの方かもしれないし、まあ、ヨーロッパの方かもしれませんし、その他の国の方かもしれません。Perception of skill level shouldn't be attached to what someone looks like. その方のやっぱりスキルとかこれまでの経歴はですね、見ただけではもう分からないということですね。Did you know last year I represented a group of American investors who wanted to provide rental offices, rooms, and homes for guests during the 2020 Olympics, up to and including $30 million that was ready to go once we could build a bank relationship? 私はですね、昨年多くのアメリカ人の友人たちを代表して日本に来たことを知っていますでしょうか。でその方たちの多くはですね、2020年の東京オリンピックの時に、まあ、海外から来られるゲストたちに向けてレンタルオフィスや空き部屋の提供を強く望んでいた方々です。その時はですね、約$30,000,000、まあ、日本円にしまして、約30億円ぐらいのリレーションシップバンキングも、まあ、起きるはずでした。 Do you know what my job is? ちなみにですが、私の職業をご存知の方いらっしゃいますでしょうか。Do you know what my college degree is? 私が大学を卒業した時の単位、学位などは分かりますでしょうか。 Do you know that I have been the owner of three failed small businesses? 私はこれまで3回ほどですが、小規模のビジネスに失敗してきた経験がございますが、それはご存知でしょうか。 I have several jobs. My primary job is a middle school technology and business culture teacher.I teach students how to believe in themselves and find their passions to plan for a future career. I inspire them to think critically in what will make them happy versus making them enough money to live comfortably. 私はですね、現在、仕事を複数、持っています。で、主な仕事はですね、中学校の教師で、主にテクノロジーと、ビジネスカルチャーを生徒たちに教えています。で、彼ら教え子たちの将来のキャリアのためにですね、まあその生徒たちに自分自身の可能性と常に情熱を持って、行動することを教えています。で、あとですね、まあ、ジョバン氏は彼らが自分たちの幸せとは何か、そして将来、彼らが裕福に暮らすためにはどうすればいいか、常に刺激を与え続けています。 Why did my business fail? My business is failing. I failed to plan it. I failed to research. And I failed to marketNow that I have learned those lessons, I am proud to say I successfully got my first three tour groups through Japan. My group came from three segments of tourists and business travelers who are curious about doing business in Japan. なぜですね、私は過去にビジネスに失敗したのか。それは計画、リサーチ、そしてマーケットすべてにおいての情報が不足していたからです。でこの彼自身の経験によってですね、まあ、多くのことを学び、今現在その結果として、まあ、3組の旅行客を去年日本に連れてくることに成功しました。彼らはですね、将来日本で仕事をしようか悩んでいる方たちでした。 However, I want everyone in the room to think of their wife, husband, girlfriend, boyfriend, or family, or who they are seeing.When you are not with them, it is about time. It costs time to build and maintain those relationships. はじめにですね、ここにいる皆様に、まず自分の旦那様や奥様、お付き合いされている方、そして家族のことを、考えてみてください。でもしですね、そういった方があまり見当たらなければ、それはあくまで時間の問題であって、で私たち人間というのは常にその人間関係というのをその時間を使って深めていきます。でこれからですね、話すことはビジネスにかかるコストについてです。I want to discuss the true cost of doing business. It impacts personal time, work time, family time, and growth. The cost of being here is supporting someone who supports you. Please take out your phone or laptop or use my business card and subscribe to my SNS.My social channels on Twitter, Instagram, and YouTube. これからお話しする内容はですね、これからのパーソナルタイムや、ワークタイム、そして家族との時間に
まあ、大きく影響し、そして成長につなげてくれます。ちなみになんですが、今現在皆様がここにいらっしゃるために使っているコストというのは、あなた方をサポートしてくださる方をこれから支援することになります。でまずですね、携帯やパソコンをお持ちの方ですが、ジョバン氏が今あの名刺をお一人ずつ渡しておりますが、その裏面にですね、彼の Twitter、Instagram、そして YouTube チャンネルのアカウントがございますので、ぜひあのチェックの方をお願いいたします。Thinking why does he want me to do something like this? I'm not comfortable with it. Do you know for this opportunity to exist, someone had to do something they weren't comfortable with? まあ、あのそのチャンネルでですね、あとはツイッターの情報とか見ていただければなんとなくは分かると思うんですけど、まあ、なぜですね、その彼がその日本に来てこういった作業を、まあ、なぜこんなことをしているのかですね、おそらく気にはなると思います。で、彼がですね、単純になんかこの作業をただなんとなくやってるかなっていうふうに皆さんは思いますかね。で、例えばアメリカ人観光客に対して英語で会話をしなければならないっていうのはすごく苦痛だという人が日本にも多くいます。なので今日この場でですね、改めて認識の違いやお互いのそのアイディア意見を交換できる機会についてぜひ彼は話したいというふうにおっしゃってます。Okay. Having a conversation is a chance to make a difference. Talking to students, talking to parents, talking to anyone is a chance to make a difference. Having a conversation and making an opportunity to exchange ideas. So my personal cost is that I took 3 weeks.From my wife, I took 3 weeks from my family. I took 3 weeks from my teaching job to be here. I gave up my weekends for 2 months to work a second and a third job to sacrifice to be here to give you the answers to your questions. 私がですね、今回そこに滞在するために使った費用と内容としましては、お金とかではなくて時間ですね。3週間私は家族から離れて、その間ですね、教職の仕事を休み、そして皆様の、お悩みにお答えするために今回セカンドビジネスや、まあ、サードビジネス複数お仕事を待っているというふうに先ほどお話しさせていただきましたが、そちらも一旦お休みさせていただいて、で約2ヶ月の休暇を利用しました。でそのことに対してですね、あの彼はあの今回一切払い戻しは求めてはいないんです。で今回これがですね、あの皆様 の, あの今後の助けになるようにということで今回引き入れてくださいました。 No, my compensation is helping you. By subscribing to my SNS, you are telling the world you care about what I'm saying. Tell the world by supporting this one YouTuber who is a former ALT of the JET program and liking his content on Instagram and Twitter that what I have to say is strong and impactful. Please take 3 minutes to do this.あのぜひですね、あの私の SNS をチェックしていただいて、で彼が今世界にですね、その何を伝えようとしているのかっていうのを見てください。今からですね、あの、使いまして、彼 の, あの SNS をフォローしてあげてください。で彼がですね、JET プログラムの元 ALT であり、現在は一人のYouTuber として世界にですね、情報を発信していることを、他の方にもシェアしてあげてください。じゃあ、あの今から3分ほどお時間いただきまして、皆さんぜひお願いいたします。YouTube チャンネルもありますし、あの Twitter もありますので、あのもしあのアカウントお持ちであれば、あのぜひフォローしてください。Twitter はちょっと、簡単な簡単なやり方で。ああ、そうですね。For those of you that need help, I'm more than happy to help you. あ、そうですよ。あのこれを見ると、彼 の, その YouTube のチャンネルがありますので。新しい名刺をお願いします。ありがとうございます。Ask them if they need any help.
and explain that even if you don't have a YouTube account, you can Google it and it'll automatically add YouTube to your account. Oh. もしですね、何かちょっとヘルプが必要な方がいたら、遠慮なく言ってください。でもし YouTube のアカウントをお持ちでなくてもですね、Google からダイレクトにコネクトできるとのことなので、よろしくお願いします。それではちょっと皆様よろしいでしょうか。So, right now, 今から you are live on YouTube and Facebook, and the world can hear the entire presentation. So that means they can interact directly with you through conversations on live, conversations on Facebook Live. If you have anything you want to tell them, you can.That's the opportunity that I want to bring to Hideyoshi. で今ですね、このレクチャー内容は彼の YouTube チャンネル、あと Facebook ですね、を通してライブ配信されてますので、日本だけでなくて、彼の住んでいるテキサス州、あとは彼をフォローしている方々ですね、全員が今このライブ配信を通して彼のレクチャーが見れるようになってます。Okay. Next, let's talk about realistic expectationsversus impossible expectations. It is not realistic to walk out of this room with a business plan that will be perfect for the next 5 years or 6 months. It is not realistic to walk out of this room without questioning what you hear. 次にですね、彼ができることとですね、できないことについて話します。で、まずですけど、この先5年、もしくはですね、6ヶ月、もう完璧なビジネスプランを持って今すぐこの場を後にするというのはまず不可能な話なんです。で、あなたが今日聞いた、もう今日彼から聞いたレクチャーを全く疑うことなくこの場を後にすることも不可能な話です。It is impossible to believe that one foreigner came to Japan with a plan that will change Hideyoshi. I don't believe it myself sometimes.It is impossible to walk out of this room and not believe every ALT on the JET program are teachers by profession or college degree. It is impossible to expect that every foreigner that comes to Japan to speak Japanese or embrace the culture. 一人のですね、外国人が、日本全体をですね、変えようとしている、変える計画で、来日しているっていうのは多分とても信じられないことだと思います。で彼自身もですね、時々、自分を疑ってしまうということで、ジェットプログラムに参加してたですね、ALT が専門知識を持って、大学の学位を取得していることも、多分半信半疑な方もいらっしゃると思います。日本に来るですね、やっぱりすべての外国人観光客が日本語を話す、で、あとは日本の文化をですね、すべてを受け入れられるとも思いません。Realistically, you will walk out of here understanding the motivation.For different people who want to come to Japan to live and work. Realistically, you will walk out of here more informed about the capabilities of the JET program. Realistically, you will begin to understand where you and your business fits in the grand scheme of things going into 2020 and beyond. Realistically, expect to be offended or be made aware of cultural differences you may not agree with.ただしですが、皆様がこの部屋を、出る頃、今日の終わる頃にですね、そういった外国の方々のモチベーションについて、あとはジェットプログラムというのが具体的にどういったことなのか、分かるようになりますし、そういったその皆様のですね、ビジネスが2020年までにどこに適するのか、少しずつ分かるようになります。また、文化の違いだけでは納得できないことも多々あるとは思いますけども、ぜひですね、彼のレクチャーを最後でお聞きください。で、今日の内容ですね、ぜひ、
メモしていただいて、質問などは休憩時間ですね、もしくは今日の最後質疑応答の時間を設けておりますので、そのお時間までぜひ取っておいてください。In simple words, please take notes and hold your questions until the breaks or the last segment. Section 2, Real Resources versus Human Resources. In human history, we have become increasingly materialistic, putting value on equipment, personal items, and status symbols over the well-being of people. If you have noticed it, please raise a hand. 今からそのセクション2に入るんですけど、内容としまして基本的資源と人的資源ですね。近年ですけど、私たちはそのより自然主義となって、私たちが普段使っているものをただただこう集めていくだけ、それにお金をかけるようになりました。 So please understand that this lecture here is not in your PowerPoint. This is for all of everything in the second half. I'm sorryちょっと今話している内容はですね、先ほどお渡しさせていただいたパワーポイントのとはちょっとまた別で、その前 の, レクチャーのお話となりますので、ちょっとご了承ください。ごめんなさい。Here's the difference in materialism and real resources. In the purpose of conducting business or building one's tools, cars, buildings, equipment, computers, phones, pens, and pencils have a use. They are tools.Here's the problem. If there are no people to use the tools, the business doesn't move forward. It dies in an instant. So if your staff is trained to use the best tools, would you expect the best work? まあ、もしでもですね、仮にパソコンとか、まあ、カメラ、あとは電子辞書、携帯、こういった便利なツールがあったとしても、それを扱える人たちがいなければ、これは何の意味もないんですね。で、そういう人たちをトレーニングさせていくっていうのも、私たちが今しなければいけないことの一つであります。 Human resources are people but with specific skillsUntrained labor is something any small gap of primary or secondary education can cover. Some industries in Japan use certificate programs to prove people have the skills they need to work. I noticed there are no universities in Hideyoshi. まずですね、その熊本に、人吉にはまずその大学がないということで、そういった方々を通わせる場所がない。で、そういう方たちをトレーニングさせる場所もない。そういうのも結構今一つのまあ問題なのかなというふうに彼がちょっと話してます。Why not build a small community college with a job training program? We will get back to that. Do you know that over 80% of ALTs on the JET program are not teachers by profession? Myself, my degree is business management and my short course being Japanese studies.The running joke about the JET program is that so many ALTs fall into a set of categories. まあ、彼もそうなんですけど、ALT の多くはですね、大体はその大学をしっかりと出て、学位も取得している方、まあ、あとは専門的な知識を持った方々が多く存在します。彼自身も、大学時代はビジネスマネージメントのディグリーを、学位を取得して大学を卒業していますね。なのでビジネスの専門知識もありますし、先ほどちょっとお話をさせていただいたんですけど、中学校でビジネス、そのテクノロジーであったりビジネス文化について、今中学生養成等を対象に教えています。 Category A. They are put to work doing lessons, teaching classes, posting A Kaiwa classes and private lessons, and are worked for every yen that they earn. These ALTs, if they plan to stay in Japan, find other jobs or leaveOnce they realize the salary and comfortable living won't be the same as on JET. 例えばその ALT たちを、例えば英会話の講師として迎え入れる、その例えば JET プログラムだけではなくて、他の、学校、そういった、専門的な学校で教えて雇用したりすると、彼ら自身が実際に JET プログラムで、稼いでる金額と英会話とかで稼ぐ金額のこの違いにですね、はっきり気づきます。B. Some are ignored. 見てない、聞いてない。They have no use at the school they are at. Their totances leave them alone once they get a phone, internet,
Keitai, and a bank book. They believe the ALT can survive on their own. These ALT say nothing good about Japan's work culture and probably will never return, even to visit. で誰もですね、ALT、なんか、そう、やっぱり日本人の多くはやっぱり ALT の方が来ても、なかなかそれをその受け入れる方が少ない。で彼らはなんか自分たちで何とかできるだろうと、やっぱりそういったイメージを持った方もいらっしゃる。でもそうではなくて、ALT の多くもやっぱり日本に来日して、たくさん不安なことはありますし、やっぱり皆さんにいろいろとそのご支援いただきたい部分もあるということです。See, Netflix and Hulu lovers. These ALTs sometimes inherit bad working relationships and get shoved into teaching or working less than 10 hours.But have to report all week. So they write novels, take online courses, catch up on reading or television, and get bored out of their minds. They can't wait to leave. They feel robbed of their time. They feel like 1 year of their life was wasted. Why would they say anything good about their experience? ALT はそうなんですけど、やっぱりそういうふうに誰からもそのなかなかその日本の文化に馴染めない、日本の講師の方たちと馴染めなかったりすると、やっぱりどうしてもその部屋に引きこもってしまう。で、一日中例えばネットフリックスだったり、まあ、Hulu、動画配信サイトですね、とかをやっぱり見るようになってしまう。で、自分たちの空間にいるようになってしまう。そこから出ようとしない方たちがやっぱり多くなってしまう。B. Resume Builders.They come to Japan with a strong CV from their home country, and the JET program is icing on the cake with benefits to get them to the next step of their career. Their personal investment in the job is limited to what will look good on the CV when they begin applying to companies in their home countries, or they will use it to get into graduate study programs. D. Okay, so please.Please make it easier. Okay, one more time. One more time. Okay. Resume builders. They come to Japan just to work to make it look good at home. Anything they do is to make their CV amazing about Japan. So it makes it easier for them to go home and get a better job in their home country. They don't want to stay in Japan. They only want to come work and leave.ALT の中にはただ単純に日本で、仕事をしましたっていうその経歴が欲しくて、でそれを持って自分たちの国でさらにいいジョブに就きたい、いい仕事に就きたいというふうに考えている方もいらっしゃるそうです。 OK. The last type of ALT. The last group is the best group. They are in it to win. They want to do everything possibleTo stay as long as possible in Japan. They are willing to do whatever it takes to keep everyone happy, even a great personal sacrifice. Some of these ALTs stress themselves out to get better at Japanese so they can reapply to the program as a CIR and hopefully stay close to their original placement so they can continue to contribute to the communities where they work.They come back often to their students' graduations, weddings, parties, and even across the world, they still feel like Japan is part of their life. で最後のグループ、その ALT の、グループなんですけども、それは多分今人よし、やっぱり日本の人たちが欲している方たちであって、日本が大好きで、日本で、自分たちがこれまでの経験を生かしたい。で、日本に住み続けたい方もいらっしゃる。で日本で自分たちが教えていることを通してその教え子たちの将来の幸せを願う方で、やっぱり生徒さんたちといい関係を築いて生徒さんたちの卒業式だったり、例えばその後も関係をしっかりと続けられる方たち。 So let's be mean for a moment. Let's be angry. Let's be upset. These ALTs don't come to your business. They don't stay at your hotelThey don't eat in your restaurant. They aren't building a house or starting a new business. They are not investing money in your journey. So why waste the time to build a relationship or worse, speak English to them? なぜ、まあその彼ら
ALT のためにやっぱり彼らとのその関係ですね、信頼関係をなかなかその続けていくことができない。人吉とかもそうですけど、その地方の方ですね、いや特にそういったことが多くある。やっぱり彼らは外国人だからといって少し偏見を持って接してしまう、そういった人たちが、まあ、ちょっと日本には多くいるということですね。 You are the leaders and owners of amazing companies and your businesses are making a lot of money. What are you missing?Why should you care about foreigners in Japan? Simple, you're missing amazing opportunities. If no one knows your business exists because it is in Japanese, you're missing out. Most AOTs learn about businesses by websites in English or word of mouth. 今回、お集まりいただいている皆さんはですね、まあ、ビジネスのオーナーであったり、あとは市を代表されている方々、この、やっぱりその先駆者、リーダーの方々というのは多く存在、いらっしゃいますが、なぜ、まあ、そういう方たちにですね、もっとその ALT の方とだけではなくて、もっともっと海外の方とのつながりを持ってほしいのか、それはですね、海外の方とつながりを持つことによって、日本国内だけではできないですね、世界での素晴らしい機会を得ることができるからです。Not all of them will be perfect.Not all of them will go perfectly. I lost the chance to have $30 million for real estate investment in Japan for Airbnb and home rentals. One of the biggest opportunities for Japan will be the 2020 Olympics. Seriously, think about it. Over 1 million people will be flying into Japan. They will need hotels. They will use the trains. They will use taxis. They will eat at restaurants.They will go to shows. They will go to parks. They will travel Japan. まあ、そういった外国人旅行客の多くの方を迎え入れる機会というのが、まあ、一番はその2020年の東京オリンピックですね。大体もう100万人以上の方、世界各国からいらっしゃいますが、彼らは、まあ、当然、オリンピックの間、ステイするところも必要ですし、例えばお食事どころとかも必要になってきます。でそういったところをうまく活用できるようにということで、これからのレクチャーでそういったお話をさせていただきます。So imagine that's over $2 billion in the first week of the Olympics. で、やっぱりその時に得られる経済効果っていうのは大体、220 billion ですね。2 billion、大体20億ドルなので、2000億ちょっと、日本円にしますと2000億ちょっとの利益を得ることができます。Okay. Wouldn't you like to have some of that business come to you? Wouldn't you enjoy having people that don't want to come to the Olympics in Tokyo come to your bar, restaurant, hotel, ryokan, your shop, and spend some of their money? These people don't all want to live in Tokyo for the Olympics.You have people that are going to Kyoto and riding Shinkansen, Mainichi, to Tokyo to see their teams. で、そういう来日した観光客の多くはですね、別に東京だけに住みたいわけではないんですね。多くの方は他の地方に行かれますし、当然人吉に来られたいという方もいらっしゃいます。で、そういった方たちが例えば人吉のホテル、人吉のお食事所。で人吉の観光にお金を使ったりしたときに、この人吉が得られるその経済効果ですね、をちょっとまあ考えていただけると、まあ、これは本当、またとないチャンスですね。So, the Tokyo Metropolitan Government has already said that they cannot accommodate 60% of all the incoming people. So, they're going to Ibaraki Prefecture, they're going to.Kanagawa, they're going to Chiba-ken, they're going to Aomori, they're going anywhere between Tokyo and Kansai. So Kanto, Kansai will get the most people. That's still not enough hotels. That's still not enough restaurants. So build a plan to bring people to Hideyoshi. So もちろんやっぱり東京だけじゃなくて、関東圏内もしくは関西
もうどこでも今はもう簡単に移動できます。もう新幹線も通りますし、 JR を使って皆さんいろんなところに行きます。でそういった意味で言うと、熊本も JR を通って、人吉もですね、熊本から JR を通ってますので、そういった方々を人吉に呼び込むことも、もう今後可能になってくるんですね。ただしそれを可能に、もっと具体的に可能にするためには、まあ人吉がこれからですね、どうやってそういった方々を受け入れていくかっていう、その体制をですね、しっかり考えていかなければいけません。Now let's talk about your business. What if you hired a consultant to build a website in English, or in Spanish, or in French, or in German, Deutsch? How would that help you? What about having posts on your SNS accounts in English or in other languages? How would that help you?What about having your posts in English for ALTs to find you? You need people with high demand technology skills to build those bridges. No one in America knows you exist. Right now, no one knows you exist. They know the SL locomotive because it is one of the most famous features of the town. The current Instagram of Hideyoshi City isn't following anyof its SNS celebrities. This is exactly what it means to have tools without human hands. まあ今現在はですね、まだ世界中の多くの方は、その人吉というところがどういうところなのか知らない方が多いです。で、そういう方たちに向けて、じゃあ人吉の方たちがどうやって情報を発信していけばいいか。それはその日本語だけではなくて、例えば英語であったり、スパニッシュ、あとはヨーロッパの言葉、フレンチもそうですし、そういう多言語を使って、SNS を通して情報発信をしてみてはいかがでしょうか。本当に簡単なメッセージだけでもいいんですけど、日本語だけではなくて、例えば日本語バージョン、英語バージョンで一緒に全てメッセージを書いて、それを投稿する。でそうすることによって海外の方たちも、じゃあ今人吉で何が行われているのか理解、結構やっぱりその皆さんもその分かったりしますし、それはもうじゃあ彼の一つのアイデアとしていかがでしょうかということで。Okay, so now let's do an activity. Please stand up. Give the instructions in Japanese so we can speed it up. Okay. じゃあちょっと今からですね、簡単なアクティビティをしますので、皆さんお立ちいただいてもよろしいでしょうか。It's all you, sir. Okay, so we join us. Okay, we're doing this part right here. If you've never left Japan,Please move to the back of the room. But if you travel to another country, please come this direction. Okay. これまでですね、日本から出たことがないという方は、後ろの方に集まってください。で、これまで、once. If they've ever left Japan to another country, come this way. で、逆にですね、これまで一度でもいいので、どっか他の国に行ったことがあるという方は、前の方に移動してください。じゃあちょっと今簡単ですが、分かれていただいてもよろしいでしょうか。これまで日本から出たことがない方は、後ろの方に。一度でもいいので、他の国に行かれたという方は前の方に。So, this one better than I thought it would. Awesome. Okay, now let's talk about the future. If you have sent any of your children, Kodomo,To study or work in another country, please stay in the front of the room or move to the front. If you have not sent any of your children to learn or work in a foreign country, please move to the back. これまでですね、ご自身のお子さんたちを海外に留学でもいいですし、旅行でもいいので、行かせたことがあるというご経験がある方は、front, back. If they sent their kids to another country, they go to the front. そのままフロントの方で。でお子さんをですね、まだ海外に行かせたことがないという方がいらっしゃいましたら、後ろの方に移動させてください。I know this is difficult, but it will make sense soon. Some of you will be the leaders of the future of Japan.
Some of you will always be living in the past. Before you get upset, this happened in the Meiji Restoration. You need your nose. I don't have nose. Oh. I don't need Okay. そうですね。まあ、こうやって今、まあ、話していることなんですけど、これが例えば将来の、まあ、例えばそのただただ今を生きている方なのか、それとも今じゃなくて将来に向けて進んでいる方なのかっていうのの違いの、まあ、一つの参考になることなんですね。Okay. All the leaders in Japan, their daimyos and their clans traveled to Edo, Tokugawa's palace in Tokyo, now Tokyo. He asked half of them, what does the future look like to you? But then he asked them to give up the traditional life of Japan and move to the future. Hanbun, half left Tokyo in the old ways. The other half left Tokyo with business suits and wanted to adapt to the future. まあ、明治時代の話にはなりますけど、まあ、そのまま江戸幕府ですね、終わる時そのまま日本のそれまでの伝統を引き継いで残った方々、そうじゃなくて西洋の文化を受け入れて前を向いた、その未来をですね、見た方々に大きく分かれました。Those that did not adapt were cast down as the losers in history books. Those that did adapt were cast as the winners. The choice right now is where do you want to be? で、まあ本当にそういった両方の方々なんですけども、それぞれ間違ったことはしてないですね。やっぱり日本の伝統を残したい。でも日本の伝統を残すだけじゃなくて、西洋の文化も新しく取り入れてうまく混合させていきたい。そういうやっぱり皆さんのその考えの違いがあるからこそ起こったことなんですね。で、問題なのはこれそのものじゃなくて、あなた方自身はどっちに行きたいのかってことなんですね。これまでの日本の状態を保ちたいのか、それとも西洋の文化、その海外の文化もうまく取り入れて、これをうまく混合させて新しい時代を作っていきたいか、この2つに大きく分かります。Right now, you are reliving the same exact moment in the Meiji period when Tokugawa asked the question. Japan has an opportunity again with the upcoming Olympics. Please pay attention to where you are right now. You should all want to move to the forefront of the business world of Japan again. Please return to your seats.すいません、ありがとうございます。アクティビティは以上になりますので、次の方でお出たいもよろしいでしょうか。あ、暗いですね。暗い、ちょっと暗い。Still bright. Okay. So, here's what we're gonna do. Oh, yeah, we need more. Yeah, I know. Yeah. What we're gonna do, Satoshi? Yes. Is I want to skip this.Yeah. We're going to skip to the lecture, so let's do that. And let everybody know that we will email them copies in English and Japanese. Yeah. All right. So, explain it, and then we're going to get started with the lecture. What do they know already? Oh, you mean the PowerPoint? Yeah. Okay. Let them know we're done with this.And we're going to skip to the PowerPoint. はい。じゃあちょっと今からですね、あの PowerPoint レクチャーの方に移らせていただきます。で、あの先ほどのですね、あの最初のセクションとあのテカンのセクションの内容については、ちょっと後日改めてあの僕の方で日本語訳にしたものをあの皆様にあのお渡しできるようにしますので。はい。So, すみません。でも、you just survived what?American students call death by boredom. So, I'm sorry, but I wanted you to understand American Western business culture. That's not that camera. Mina. Oh, okay. Sorry. That camera is on the laptop. So, if you want to change it. Okay. So, if you want to change it, you have to change it facing this way. Ah, wrong. No, no, no. This way, this way. Okay, okay. Okay. So, we're going to skip to the fun stuff and do the interactive portion of the lecture.
じゃあ、動かす。動かしてもダメ。時間差があるから。Okay. So, skip to the first slide. Okay. Yeah. So, please open up to the first slide. It looks like this. So, Toshi, please play the music. Okay. じゃあちょっと今からですね、音楽流しますので、で音楽の歌詞は今そちらのパワーポイントスライドに載っているものになりますので。So, what I want you to do now is to work with the people next to you. So, U4, U5, U4, and U6, and think about the meaning of the song. What is he telling his best friend? じゃあ今からですね、今ジョバンが言ったように4人と5人で、6人と4人のグループに分かれていただいて、この、1番目の歌詞の内容をですね、ちょっと話し合っていただいて、これが一体何を意味しているのかっていうのをちょっと皆さんで考えてみてください。How long do you have to take? 3 minutes. はい、じゃあ今から3分間お時間を使ってお願いします。やりたいことから実際全部やっていけるだけども、今日は最後の2分くらいで3分でいけるような感じも。短い時間で考えたらタイムが突起しちゃってしまうんですけど、時間になってしまうんですけど、力がいWe're going to have one person in each group be the speaker, and then they're going to tell us what their thoughts are. Okay, in Japanese, okay. Yeah, that's why you're here. あと30秒ほどでちょっとこのグループワーク終わりまして、で各グループちょっと代表の方1名決めていただいて、でどういう
結果、皆さんのちょっと話し合いの総計をちょっとお話しジャンケンポンいいでしょう。ジャンケンポン。ジャンケンポン。夢を諦めたくない。 Alright, let's get him going. Okay. 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 Okay.皆さん大丈夫でしょうか。チームの ABC、D は2つのことがあります。まず率直に言うと、アンセルではないか。OK、はい。タイムアウト。タイムアウト。それではちょっとお時間になりましたので、タイムアウト、タイムアウト、タイムアウト。今からの発表の時間にしたいと思います。ネガティブとポジティブの方が2つあるので。OK、So。We have six activities. That means everyone in the group will have a chance to be the speaker, the presenter for the group. はい、これから先ですが、これも含めて、6つグループワークがありますので、最低でも、まあ、どなたか本当に最低でも、1回発言するチャンスはありますので、お願いします。So, understand, understand, you are answering in Japanese.That's perfectly okay. It's being recorded. I will work with Satoshi much later, like 2 months from now, to get the English answers that you give so I can put it on my YouTube channel. で今回日本語で全然お答えいただいて大丈夫なんですけど、でこの後ですね、日本語を英語に僕とジョバンの方で訳しまして、それを今ライブ配信している動画にOkay. So, first group, please stand up, introduce yourself, and tell us your group's answers. はい、どうぞ。2つですね、ちょっと意見が割れたので、とりあえず2つ発表しますね。はい、1つはですね、時間は残酷なもので元に戻すことはできない。だから今を大切にしましょうというのが1個目です。はい、2個目はですね、時間なんてものは本当はこの世にはないんだということで、我々は時間を意識しているためにいろいろ悩んだりしているけど、本当は時間なんてものはないんだよということが2番目でした。以上です。少し OK、 ありがとうございます。 All right, next group. お願いします。ちょっと嫌ってみます。自分としてですね、まとめちゃったから。どうぞ。まあ、2つ意見出たんで、それをまとめた結果、まあ、何でしたっけ、挫折したり、しても、へこたれないで、未来へ進んでいくために行動するという、という意見に、はい、まとまりました。はい、ありがとうございます。では、Which one, sir? はい、どうぞ。同じく2つありまして、まずネガティブな方からいけば、この人病んでるなもうどうしようもない感じになってるかなと思います。ただポジティブの方にすると、こう黙ってれば時はどんどん流れてしまうと。でそれによってこう自分が思い描いた夢とかも流れてしまう。だから動いたらいいんじゃないのと、何か行動を起こしましょうよっていうことを言ってるんじゃないかということになりました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、最後のグループをお願いします。4人の意見を何とか一つに持ってきた感じですけど、まあ時間というものとそれに影響を受ける自分というものがあると。
で、その使い方とか関わり方によって、まあ、価値が変わるのかなというところで、まあ、流されの涼しい苦痛を受けることもあるけれども、やっぱり時間というのは、まあ、有効なものとして大切に使うべきじゃないかというわけです。OK。I'm coming. I'm getting the camera set up.Time is always money. So, it seems like a lot of you got the point about time. How much time do you have? The issue is, last year, I had a conversation with a Japanese reporter over Twitter. Her name is Yuri Kagayama. She's an associated journalist in Tokyo. She said, why don't American children value their education or their time? And I said, whoa, wait a minute.American children don't have the same opportunities as Japanese students. American businesses don't have the same opportunity as Japanese businesses. So you cannot compare the two. Betsu desu. So. まあ去年ですけど、あの彼が日本に来た時に、日本人のレポーターの方とちょっとまあツイッターを通して話す機会がありまして、でその時に彼女が話したのは、なんで、アメリカ人 の, その学生たちはその時間に左右されないのか、その時間というのをなんか気にしてないのかというまあ質問があったそうなんですけど、そうではなくて、そもそも日本で受けられる、その教育とアメリカで受けられる教育はもう全く別のものであって、それはやっぱりあのその都市部のその背景も違いますし、やっぱりその経済的な話も違うし、そういった意味ではそもそもちょっと日本とそのアメリカの教育システムを比べてはいけないんですねっていうところで、そもそも違うということで話したそうです。So, the main thing I wanted you to understand, why do you punish me? Because you're not taking every opportunity that's given to you. Opportunity knocks once. It doesn't knock twice. It doesn't knock three times. For example, Matoko-san,talked to me in front of Hideyoshi Eki last year because I was trying to understand the story of the Sagara clan. ですね。歌詞の一番最初に載っております Why you punish me? なぜ私を罰するのか。この意味としては、その意味合いとして、あの時間っていうのはもうすぐ流れてしまうものだって、その時間っていうのは別の意味で言うと機械になるんですね。はい。なぜそれは罰するのか、それはあなたたちがただ単純にあの得られたはずの機会をそのまま何もう見ぬふりをしてそのまま通り過ぎてしまった。でそのいい例として、まあ、うちの母なんですけども、あの去年あの彼女はあのジョマンが人吉に来た時に声をかけて、でこの声をかけたことがきっかけで今回のこのプロジェクトが、まあ、あの実ったっていうふうに考えてるんですね。 So understandWhen Japanese come to America, they only go to Los Angeles and New York. Why? Because you have a lot of Japanese that live in Los Angeles and New York. So you can find home in another country. No one knows where Texas is. まあ、アメリカ人の多くもやっぱり都市部に行きがちなんですね。それはもうニューヨークだったり、ロサンゼルスだったり、もう大都市ですね。で、そこに行けば結局いろんな国の方にも出会えますし、そういう機会もたくさんある。でもアメリカ人の多くは逆に言うとその日本人と同じようにその地方都市というのを知らない人も多いんですね。でそれはそのテキサス州ってじゃあ具体的にどこにあるの、サンアントニオはどこにあるのか、例えば僕が住んでたモンタナ州は一体どこにあるのか、僕も実際やっぱアメリカ人の方に聞かれたことはあります。 So you have to understand, I'm here because she wanted to help me. I want to help you in return.で今回ですね、まあ、彼が来日したのも、まあ、今回のこのご縁があって実ったことですので、やっぱりあの彼はあのこの人吉のために何かを残したい、そういう気持ちであの今回やっております。Okay, next slide. And then you can play the song. Okay.
first, everyone that subscribed to any of my accounts, I followed you back.